はい、皆さんこんにちは、劇団おじです。さあ今回はね、こちらになります。めちゃめちゃ高性能、めちゃめちゃ綺麗な防犯カメラになります。お家の外の防犯とか、お家の中の見守りとかね、使えるやつです。最強のセキュリティレベルで、今回はオープンボックスいらないから、まあ、初心者に分かりやすく使い方の部分だけ作ってくれっていうね、リクエストがあったので、そのまんま、じゃあもうこちらからいきます。はい、それではね、取り付けになります。まずこれがね、取り付けたい場所だと仮定します。そしたらまず取り付けたいなと思うところに、このシールをね、こうして貼って、でここのところね、このターゲット、はい、この3箇所、この3箇所をまず最初にできればね、このちっちゃいドリルで穴を開けた方がネジを締めるのが楽です。まあ、そのままね、ネジを押し込んでもいいんだけども、まあ一発穴を開けると楽です。はい、こちらの本体とモニター、テレビ何でもいいので HDMI で接続する必要があります。で、裏側のここね、ここに付属の HDMI を挿します。はい、そしたら HDMI の入力ね、モニターの方に入れます。よいしょ。はい、HDMI ね、ここに入れます。はい、はい、モニターと本体の接続は HDMI1 本、これで OK です。はい、次にこの本体の電源です。電源はこの本体のこっち側なので、はい、ここ、ここね、ここが電源です。で、付属のこの AC アダプター、これね、この先端を入れます。はい、そしたらこのアダプターのこの先端ね、ここに電源を挿します。はい、付属のね、こちらになります。これを挿します。そしてこのコンセントを、まあ、ご家庭の、ね、コンセントに挿します。これで OK です。本体は電源に、そして HDMI とモニターもしくはテレビとつなげれば接続はこれで OK です。あとはね、カメラを接続するだけです。ちょっとね、電源のチェックをしたいけれども、はい、一応ね、通電することを確認しました。今カメラは接続していません。で、起動するとここにね、 RGB のライトが確認できました。じゃあモニターの電源を入れます。はい、このように映りました。じゃあ、あとカメラのセットします。はい、続いてカメラのセットです。で、カメラのセットはまずこのカメラが4個ついてます。まあ、4個というより4セットになります。このカメラに対して要は取り付けのね、このパーツがあります。この取り付けのパーツはこうして取り付けることになります。これね、奥まで押し込んでこうパチンとつけることになります。で、これは壁側の方につけます。この壁側の方につけるためには、ここ3箇所穴があるので、内側からこのネジを使って取り付けをします。で、相手側の壁に穴を開けるときに、ここにシールがあるので、こういう形でこうバッチリあるので、このシールを取り付けたい壁に貼って、ここにネジの穴を開けて、そして穴を開けたらこれをセットすることになります。まあ、あの流れとしては実際にやってみるけれども、その流れになります。で、取り付けのコードはね、この長いコード、LAN ケーブルになります。片方はオス、
片方はメスになってます。これね、で、まあこれ長いので、まあ、好きなところにカメラを取り付ければまあよしとして、まずはその取り付けの手順です。これね、はい、ちょっと意地悪な配線をね、なんとかほぐしました。それでこれ一度に全部バーってやっちゃうとめちゃめちゃ絡んでとんでもないことになるので、まあ、ちょっとほぐしたらまたこれね元に戻す、使う分だけ出して、これをつける、で足りなかったらまた外してちょっと出して戻すとやった方がよろしいかなと思います。で、まずカメラね、カメラを取り付けたいところに、まあ、取り付けるとして、はい、この丸い、ね、この部分ね、これが向きがね、はい、押し出すとこうなので、LANケーブルね、これをこうして接続します。そしたら今度雨が入らないようにこれをねパッキンを腰の中に入れてくる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 っと回して、はい、これで防水が OK です。でこれを外側にね設置するでしょ、お家の中でも OK です。玄関の内側とか目守りの部屋とか取り付ける場所はどこでも OK です。そして、これを本体側に取り付けます。で本体の方はここに、全部で8個取り付けることができます。でカメラを8個取り付けられるけども、セットの中身はカメラは4個入ってます。じゃあ今回のカメラを1番につけます。はい、1番に取り付けました。これでもうインストールは完了です。すごくね簡単です。他に電源を必要としません。このケーブルで電源供給ができるので、もう本体とこのカメラはケーブル1本で接続することができます。でこの本体をね、触るのにマウスを使うので、付属のマウスを取り付けておくと便利です。ここに USB があるので、ぐーんとね、はい、この USB のところにここにね挿しておくとマウスで操作をすることができます。まあ、これがあるとないとでは全然ね便利さが変わってくるので、まあ、これはつけるようにしましょう。はい、でドリルで開けた穴に合わせてこれをねこうしてこの穴を合わせます。そしてドリルでね締めていきます。このように下ごしらえができました。はい、そしたらね、このカメラの本体のこことドッキングします。これね、はい、まあ、これが壁だと見立てます。そしたらここだね、こうして、はい、ガチャンとで、はい、奥までしっかり入りました。これで取り付けは OK です。はい、実際にはこうなります。じゃあ検証のテストに行きましょう。はい、それではテスト環境で、ここにカメラを設置しました。ベランダです。はい、それでは、カメラを1台ねベランダに設置しました。それで今マウスが下がっている状態です。今までの流れの続きになります。で、モニターをオンにして本体のスイッチをオンにします。はい、でオンにするとここがね今1番カメラが今グリーンに点灯しました。
そして、モニターの方をね、見ていきたいと思います。でこの時にカメラが4台ついていれば4台ここがねアクセスすると思います。カメラに電源はついていないけどこの LAN ケーブルで電源を通しているので、ね、そのまま使えるはずです。で一番最初にこの画面になります。はい、これ基本的な設定になります。で今タイムゾーンが自動的に今東京になっているのでここは変更する必要はないです。で日付の設定ね、ここのところが必要になります。じゃあこの日付の設定がね、今何年何月何日、あこの形式だね、これはこのまんまでじゃあ OK でしょう。で時刻スタイルは24時間スタイルで、あ時間があれだね、なぜか今17時59分もうほとんど時間がほとんど合ってるのかなこれね。で管理者パスワードの設定っていうのがあるのでこの下にここで管理者のパスワードを入れるみたいです。でここにはチェックするとここでキーボードがね出てきます。でこれは一番最初の設定は自分で入れるのかな。それじゃあじゃあちょっとテストテストっていう管理者のパスワードにします。はい、そして、ログイン、これアドミンになっているのでここがね、はい、アドミンになっているので今パスワードをねちょっとこれ見えるようにして、で今入れたテスト、ね、ちょっとこのマウスの反応がちょっとテーブルでうまく認識できないので、よいしょ、テストで自動ログイン、はい、これでね今入れるようになりました。そして何もしていないけれどもここ見ると、はい、確かに今ベランダ設置したカメラがしっかりと映ってます。わーすごい。それでこれはもう直感でちょっとね今行くしかないけど多機能すぎるのでね、今カメラがチャンネルがあって、で今このようになってます。チャンネル1、チャンネル2、チャンネル3、チャンネル4ってなって、今チャンネル2になってて、ここが真っ黒になってるのかな。でチャンネル1番、そういうわけではないんだね。そういうわけではないんだね。これをダブル、ああなるほどね。ダブルクリックすると今メイン画面にこうやって大きく出てくるんだね。ああこれはすごいね。これはあのカメラ1、カメラ2、でカメラ3、カメラ4、5、6、7、8と切り替えるみたいです。で1番に接続してあるのに認識は2番なんだね、これはね。今この横の部屋から映ってるはずなので、はい、このようにね今こう足が映ってます。はい、このようにね結構綺麗にすごいねリアルタイムにしっかりと今動いてます。めちゃめちゃ綺麗にね映ってます。わすごい綺麗だねすごい綺麗だね。はい、まあ防犯カメラはね綺麗に映った方がいいからね、うん、で、ここら辺にね機能とかがいろいろあるんだけど、パトロールを開始します。あの順番にパトロールしてくれるってことだね。で全てのプレビューを開くってやると、あ今レックになってる、今これ録画になってるので、うん、今これ録画になってるね。で他のところは全てのレビューを閉じる。でこの右下は画面の分割、あ画面をこう4分割にしたいとかね、いろいろできるってことだね。
チャンネル1番2番とかここのところに1番とかこうやってできるんだね。でダブルクリックするとやっぱりこうやってでっかくなる。で、再生っていうのがあって、で今録画してるの、まだ今録画始めたばっかだからちょっと録画データはないよね、うん、これはまだちょっと再生のデータがないのである程度やらないとダメだね。AI 検知とかここら辺もあります。設定があって、でこのね一般設定があって、はい、でここがまあ言語で、でこの解像度、ここのところが今 720p になってるけど、ここが 4K クラスまでできるってことだね。まあ、通常はねこのフル1ぐらいでいいと思うんだけど、まあ、4K クラスまで持ってくれると。今このモニターが 1080p しかないけどね、一応 4K クラスまでできますよということで、で 4K はできなかったみたいです。じゃあフル HD にしましょう。でこの解像度で使用することを確認しますかということで、はい確認します。じゃあこれでちょっと一回プレビューで戻ると、よいしょ、はい、あ確かに違うね、うん確かに、あ風が揺れてる、今紐が1個取れてるから、うわ綺麗、いやめちゃめちゃ綺麗、すごい綺麗ね。でこれね、あのもうちょっと右側から車とかね駐車場の方の防犯上から撮りたいなと思うんだけどね、設置するのにはちょっと工夫しなければいけないです。いやすごい綺麗、モニターが 4K あったらあの 4K 設定できるってことだね。これねこれね、今モニターが 4K ないのでちょっと無理なのかな。ね、はい。そして、まあ、画面を自動的にロックとか、これね、まあ、ガイドラインとか音声ね使うか使わないかとか、まあ、自動ログインとか、あと表示方法だね、ここら辺から変更できるみたいです。これがね、はい、これが設定項目のメニューになります。一応設定項目は分かりにくいってことはないね。で今度はこれが一般設定で、ネットワーク設定ね、はい、これがネットワークの設定になります。で次にストレージ、ここねストレージで、今ディスクの容量がこれが今利用可能が1850ギガね、2テラ入っていて、でシステムで使ってるのは大体これぐらいありますよってことなんだね、うん、でここのねデフォルトでループロックがオンになってるので、まあ何もなければ古いものから上書きのモードになってます。で消されちゃったら嫌だよって方はこのループロックをオフにしておけば、いっぱいになったらそこで止まるということだね。であとビデオのこの有効期限ね、ここのところも設定することができるみたいです。でスケジュール録画ね、まあ、お店なんかやってるとね、夜間だけ防犯使いたいとかね、営業中だけ使いたいとか、まあ、こういうスケジュール何時から何時とかっていうのもできるみたいです。はい、で容量自体はここのところでね、残量がどれぐらいなのかっていうのが見ることができます。じゃあ次に3番目の項目いきましょう。次はチャンネルの管理になります。でこのチャンネルの管理、これ本当にねちょっとおじ不思議だなと思うんだけど、この今指してるところがこれが1番に指してるんだけど、認識としては2番になってるっていうのがね、これがもしかしたらカメラ番号なのかもしれないね。
まあ、なぜ2番なのかがちょっと不思議なんだけども、一応こういう管理になってます。カメラ1、カメラ2、カメラ3、カメラ4で、今使ってるのはカメラ2ということみたいです。だおそらくカメラに番号が割り振られているのではないかなと思いますね。はい、で使われてるのはこのオンラインですよということで、今使ってるよってことだよね。オンラインになってます、ね、あ、ファームウェアまでしっかりと確認できるんだね。でナイトモードは自動になっているので、まあ、夜になったら自動的にモードが切り替わるってことだね。まだ今のところ明るいのでナイトモードにはなってないです。はい、じゃあ次の項目を見ていきましょう。次の項目はこれだね、チャンネルの設定になります。で今チャンネル1番っていうのが何もなくて、今チャンネルが2番があるんだよね。これはね、これはね、これがチャンネル2番、ね、でこのチャンネル2番のこれね、今どれぐらいで来て、あ、ビデオのこれ今綺麗な、ね、圧縮の1265、264も選べるってことだね。そしてここね、今この動態検知ね、これが有効無効のやつがこれが有効になってますね。そうするとこの有効にすると、これちょっと一回オフにするけど、これね右側のここのところ見てて、これね有効にすると、はい、マス目が出てきますこれね。でおそらくこの感度の設定ね、感度が高いとなんかちっちゃいものがシャーっていっただけでも多分反応するのではないかなと思います。でこの AI の感知だね、 AI 感知して録画を撮るか、そのまま全部この垂れ流して録画するか、ね、そこら辺が選べると思います。まあ、ビデオロックしたりとかしてくれるんだろうね。で、まあ、反応は今のところデフォルトは中になってます。でこのね、防御時間が何時から何時までね、あとは警報はアプリに通知とかね、そういう風になってます。アプリ通知ね、それがここのとこです、ね、で今回はこれアプリ対応してるので、まずはアプリをダウンロードして入れておかないとね。いやすごいな、でも一応ちょっとこれ落として動態検知をオンにすると、ちょっとこのまんま待ってて、おそらくこれで今の動態検知ね、おそらく動態検知でしっかりと認識したかもしれません。後で確認したいと思いますね。そしてユーザー設定っていうのがあります。これね、はい、まあ、ユーザータイプアドミンとかね、だからの店長さんとか従業員とかって、まあ、そうやっていろいろ選べるんだろうねきっとね。ユーザー情報全てが見れるとかね、どのチャンネルとか、まあ、そこら辺の権限だね、そういったものが設定できるみたいです。いや非常に細かいね。そして、あ、これを押すとデフォルトかな、これね、デフォルトかな、これがね、リセット時間ね、これね、このリセット時間っていう意味がわからないけど、ちょっとマニュアル見ないとねわからないです。はい、であとシステムのアップデートね、ローカルアップデートがあります。であと、まあ、ログ今何をしたのかね、何をしたのか、今チャンネルの状態はどうなのかね。
か誰かが操作したりとか何かしようとしたら全部ここのところに記録に残るってことだね。ね、すごいね、すごいね。何をしたかが全部わかるんだね。これね、あのケーブルのオンオフまで全部わかるんだね。システムの異常停止とかパチンって切った時だね。で電源を入れてハードディスクがロードされてチャンネルの状態をね、チェックしてログでしようと。なあの何月何日はどんなあのカメラ内容があったのかっていうのが全部ここに記録にあるってことなんだね。これすごいねびっくりするねこれね、うん、はい。で、あとこの再生っていうところのね、ここの再生といっても今ここなんだけど今何もないからね、録画が切れていないので、チャンネル1番2番3番4番何も今データがないので、まあ、あの開封直後は今何もないです。これね AI 検知チャンネルリスト2番の検知ってね、ここも残ってないです今のところね。はい、じゃあちょっとアプリを用意します。はい、それではね、アプリについてこのページに QR コードがあるので、この QR コードを読み込んでアプリをダウンロードします。でちょっとね面倒な登録があるみたいなので、あとパスワードもね、あの組み合わせがあるので指定があるのでちょっと面倒くさい登録にはなると思います。でアプリを今ダウンロードしました、ね、で開きます。はい、で、初回起動がねちょっと時間かかるのかもしれません。これを見るってことかな、ね、はい、これでスタートです。でここで登録しなければなりませんね、ちょっと面倒な登録をしてきます。はい、それではアプリをダウンロードしたので、このねアプリをこれね設定していきましょう。デバイスは追加されていませんですね。で、最初にデバイス追加する場合はこの、まあ、プレビュー、ね、まあ、チャンネルリストで今こうして見てるんだけども、この右上のところ、ね、このマーク、ここのマーク一番左のマーク、ここのところをまずクリックするみたいです。ここをクリックして、そうすると QR コードが出てきます。でこの QR コードをアプリで読み込む流れみたいです。でそのアプリは2番目の上かな、これね、はい、ここのねプラスのマークを押して、ここね、ここね、このプラスのマークを押して、でデバイスを追加で、ん？これでこの説明書、このスキャンコードをタップして QR コードを読み取る。どこだろう。これだね。でこのスキャンコードの方を、そうすると QR コードをね、こうして読みます。接続中です、しばらくお待ちください。はいね、簡単だね。このマニュアルねちょっと分かりにくい本当ね。はい、それでねデバイスが追加できたみたいです。これね完了。はい、それで今オンラインってなってるんだけど、これかな。はい、最初はねこういうおせっかいが出てくるのでおせっかいが出てきてすぐに使えないね。はい、こんな感じで今ねこうして見えます。で動体検知をオンにしておくと、通知で
教えてくれるそうですこれね、うん、何かピントが合わないけど、でアプリはこうなってます。まあリアルタイムと録画データとね、あとマイク、これであの泥棒見たらコラーとかね言えるけど、まあマイクはオフにね、これで、あ、これでオンオフなんだね、これね。でスクショ撮ることができる。はい、今こうしてねスクショ撮ることができました、これは何だろう、オリジナルサウンド、これはちょっとねわからない。で録画、これで多分録画もできるってことなのかな、これもしかしたらね。はい、まあアプリはねちょっと目が見えないので、ちょっとよくわかんないけど、こうしてズームすることもできます。こうしてね、こうして細かくこうやってチェックすることもできます、ね、これは全画面にはなんないのかな、こうすると全画面で見えるのかな、あれね、あの見守りカメラ系とそんな変わらないね使い方はね、はい、こういう感じで、まあ、一気にこうなっちゃったりするので、ちょっとこれはもう若い人じゃないと、おじいはちょっと操作が苦手なんで。はい、夜になりました。いや夜でもこんなに暗闇をきれいに撮ってくれるんだね。それでこの PTZ っていうねこの右下のマークがあって、ちょっとマウスの反応がちょっとうまく動かないんだけど、とりあえずねこの左下に今 PTZ っていうのが出てます、これね。でここのところを押した時だけカメラを動かすことができます。でこれ画面のね、画面のこの手のマークがあるから、こう掴んでグーって動けば使いやすいんだけど、それには対応してないので、ここの左下のこのちっちゃいのをこうしてねマウスでピタリと合わせないと、よいしょ、ちょっとこれが難しい、ちょっと待ってね、マウスでちょっと待って、このね ここのところに合わせないといけないの、なんでこんなにちっちゃいんだろうって思うんだけど、この色が変わった時に押すとこうやって動かすことができる。あ、ずれちゃった。いいよ。こうやってね、動かすことができます。マウスの反応がね、いまいち。ね。はい。こんな感じです。いいよ。ね。なので、ちょっとこれ、わかるかな？なのでね、かなりすごいかゆいとこに手が届いていいんだけど、このユーザーインターフェース、これもうちょっとなんか改善してほしいよね。マウスでこう掴んでこうやって動かすことができればすごくいいんだけど、またこのボタンがなんでこんなちっちゃいのかわかんないけどね。とりあえずスマートフォンでやった方がいいかもしれない。これだとちょっとつらいかな、上やったりするとよ、ここマウスがねうまく動かないので、よいしょと、あそこの丸いところを、あ、ここへ、これを押してもダメなんだね、ちょっとマウスの反応がすごく悪いのでなんか引っかかっちゃってるのかな、なんか CPU かメモリーかがなんか苦しんでるのかな、これなかなかね、これマウスがねここでやってもここでやって、ダンボールでこれでやってもちょっと止まっちゃうんだよね、なんかね、やってると処理が、何か処理が入るとそっちが優先になるみたいで止まっちゃうんだよね。ピタッとここに合わせるのが大変なんだけど、こう合わせることができればこうやって動かすことができますね。今明かりが漏れてるところなんで、今こうカラーになってんだね。ね。で今メッセージが出てきました。ね、はい、アラームメッセージってね、これは今なんで明かりが漏れてるからかな、
で暗くなるとそうだね、うん、このね右側の窓の方のこう木漏れ日があるのでそれに合うとカラーになるのかな、もしかして下を向けると一定の明るさ以上になるとカラーになるのかもしれないけど、そういうわけではないね、気まぐれでカラーになったりするんだね、うん、はい。結構上下左右の振り幅が大きいのでね、ほらこれが今ねコードが長いのでこの棚の上に置いてます、ほらね、で気まぐれでカラーになりましたね、うんね、でカラーでこうプリッとこうね、はい、でまた暗くなるとおそらく白黒になっていくと思うんだけど、ここはあれかな、なんか光が漏れてるのかな、多分ね、ある程度のルクスがあるとカラーになるんだね。でズームとかはあるのかな、あ、暗くなっちゃった、ズームはないのかな、あ、あった、このね、この小さいこの小さいここにあのズームプラスマイナスとかがあるので、左側の星様はちょっと何かわからないけど、うん、いやちょっとね、ズームこれ逆拡大でしょ、あれ拡大しない、縮小、あ、いかない、いかないのかな、これ何か制限がかかってんのかな、もしかして、ああそうだね、拡大とかしてもいかないのでここら辺は何か制限がかかってる可能性があります。まあ、ちょっとたくさん使ってみないとねわからないね。でも夜はすごい綺麗に映ってるのは確認できましたね。暗視能力はすごい高いね。はい、それでは今この状態で見れてるね、この明るさがどれぐらいの明るさなのか、ね、ちょっと見てみましょう。これがねびっくりする真っ暗闇だよ、ちょっと待ってね、よいしょ、はい、どれぐらいの暗闇なのかというとこれぐらいです。で、あっち側にカメラがあります、この状態ね。で、あっち側がちょっとほら光が漏れてるけど、カメラで見るとものすごい。で、ちょっとねズームしてみると赤外線なのかな、ね、ここね、ちょっと見えないかな、ちょっとあの見えないね、ちょっと残念なんだけど、実は赤外線がね本当は見えるんです、肉眼だと。カメラだとちょっと捉えられない、うん、知らないね。じゃあこのままね動体検視だとどうなるのか見ていきましょう。じゃあスマホをねこうして持ったまんまいくよ、うん、はい、もう見つかりました、ね、はい、で動体検視でこうして通知が来ましたね。はい、このようになってるわけです。はい、それではね、今撮影した時の模様がどのように映ってるのか見てみましょう、はい、じゃあ再生します。それでこのね動体検知であの反応してるところが灰色なんだけど、あそこでほらおじいがねこうして
でまだこれは動体をね検知する前です。これはね動体検知すると、あの光がパッてつくんだよね。うん、ね、あと今ね撮影してるところです。はい、これじゃあどのように動体検知するのかちょっと早送りしてね見てみましょう。スピードアップします。3倍、あ、どこだ、はい、で動体検知しましたね、検知しました。このようにバッチリと映ってます、ね、すごいね、こうやってカラーでバッチリと撮られてます。はい、ね、で胴体を検知する、だそーっと覗いてるときはあの胴体ではないので、まあ、そのまま回してれば映ってるんだけど、出てきたときに胴体としてキャッチするとライトがパッとついて、このようにカラーでしっかりとね綺麗に映ってる、ね、やっぱ高画質なんでバッチリと撮られてるね。うん、これはねいろんな防犯で設置しておくと犯人バッチリ映るね。なんか車上荒らしとか泥棒とかね。うん、はい、夜間のこういう遠いところのアクションね、車なんかもしっかりと分かりやすいね、どっち方向に動いてるっていうのが。はい、じゃあ最後にね、ちょっと取りまとめ説明したいと思います。後から分かったこと、ね、この付属のマウスは使い物にならないので使わない方がいいと思います。別のマウスを使ったら普通に快適に使えることができました。この付属の、ま、あのマウスが、ね、欠陥品なのでこれは使わない方がいいと思います。で今ちょっとあのカメラをね、あの内側にしまって今ひっくり返った録画です。今ちゃんと正常になってるんだけど、これはさっき撮った録画です。でこの録画を見るときにここのね、時間のタイムバーがあるんだけども、これが調整するときに詰まっちゃってると指定しにくいよね、時間をね。でその場合はここのところがあるので、このプラスマイナスっていうね、これね、ピントが合わないけどね、このプラスマイナスを、これをこうマイナスにすると縮まって、大きくするとこう間隔がこう広がっていきます。これがどうなるのかというと、例えばこのね録画ができている部分がこうやってあるんだけど、これではこう指定しにくいよね、これね。でプラスを押すことによってこうやって広げることができます、ほらね。でこうやって広げることができるので、なのでこのちょっと前とかね、こうしてね、これができると、あ、じゃあもうちょっとこの辺に戻りたいとかね、こうしてこうして遡ることができるんです。今これ動画は動いてない、録画なんだけどね、今こうリアルタイムで動いてます。であとここに倍速がスピードタグがあるので、1/2、1/4、1/8とか、ね、速度を遅くしたりとか、あとこうして速度がね2倍、4倍、8倍、こうして速度を調整することができます。でここに一時停止があります、ね、で、また再生ボタンがあります、ね、で次のフレームのスキップもあります、まあ、大体ねここら辺ぐらいかな、よく使うのはね。はい、そんなわけで大まかな機能はこれぐらいじゃないかな、まあ、あとはフルスクリーンで見るとかね。このね今フルスクリーンになっちゃうと、これ今どうやって画面を戻したらいいか分かんないんだよね。はい、まあ、たまにねこうなります、まあ、完全体ではないです、ね。はい、一応大雑把な使い方としてはこれぐらいではないでしょうか。終わります。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、こういう防犯カメラってね
木の性能がものすごい詰まっているので、全部紹介すると10時間ぐらいの動画になっちゃうんでね、とりあえずもうオープンボックスいらないってことなんで、まあ本当簡単な使い方、使えるようになるまでの動画を作りました。で、もうここで終わりなんだけれども、商品自体はこの商品のこの動画の説明欄に Amazon のリンクがあるので、そちらの方をねご覧になってみてください。価格も変動なんで、ね、その時の値段で、ご検討ください。であとね、まあ、サクサクっと一応言っておくと、まあ、2テラハードディスクが搭載しています。本体ね、カメラは4セットついております。で500万画素です。でデジタルズームは4倍まで対応しています。25メートル先の暗視、ね、機能がついております。自動追跡ついてます。無料の AI 検知機能がついてます、ね、で動体検知とアラーム、ね、ピラリンっていう、まあ、スマホの通知、これも皆さんにお見せしました。で、まあ、遅延が、ね、ほとんどないというか、本当確かに、ね、スムーズなのは確かでした、ね、そして、月額料金なしで、10テラまで、ね、保存することができる、そういうサービスが、ね、あるみたいです。そしてプラグ&プレイでもう挿せばそのまま使える。カメラは電源がいらない、ね、LAN ケーブルでそのまま電源も供給できるよというのが売りになっています。最大8台までつけることができます。で複数のデバイスに対応して、タブレット、スマートフォン、モニター3種類で確認することができます、ね、パッケージの内容はご覧の通り、ね、はい、まあとはねもうザクッと、ね、こんな内容があるけど Amazon の方でご覧になっていただければなと思います。だいたい2テラあったら、ね、かなり長期間の録画を保存しておくことができます。でハードディスクがいっぱいになると録画ビデオを上書きしてね、ところでどんどんドライブレコーダーみたいに使える機能をオンにして使った方がよろしいかなと思います。当然オフにすることもできます。はい、で雨が降ってもまあ大丈夫、まあ防犯カメラだからね、雨に濡れて壊れたら何もならないのでね、まあセキュリティがしっかりとしているカメラになっております。はい、で取り付け方法もね、元気なおじいが詳しく動画作ったので、まあ、あれを見ればまあ大体わかるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで細かい内容はねちょっと紹介しきれないんだけども、こんなに素晴らしいカメラがね今登場してるんだよということで、お家の外でも中でも使えるカメラです。イメージセンサーご覧の通り、ビデオ解像度もね、まあ大きく、つけてるモニターがフル HD だとフル HD までになるみたいです、ね、H265、264を選択することができます、ね、はい、あとはまあご覧の通りになります、ね、iPhone、Android どっちでも対応してます、ね、はい、そんなわけでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。あとはもう Amazon でご覧になってみてください。またね、バイバイ。